茹でたジャガイモとディーキルヒのワインと共に供されるジュッド、マットガーデボーネンルクセンブルク料理は、ルクセンブルクがラテン民族諸国とゲルマン民族諸国の間に位置することから、隣国のフランス、ベルギー、及びドイツの影響を受けている。近年は国内の数少ないイタリアやポルトガルからの移民からの影響も受けている。ドイツと同様に、 伝統的な日常のルクセンブルク料理のほとんどは、農民からの発祥であり、より洗練された農民のフランスの食事と対照的で、ある。冷たい肉、ワイン、チーズ及び、祝祭の名物料理があり、素晴らしい食体験である。ルクセンブルクの一ルクセンブルクには、多くのご馳走がある。フェアーステンセラット地元の川で獲る魚のマス、パイク、ザリガニを料理の食材に使い、 通常はリースリングソースで調理する。肉料理には北部山岳地帯の冷たいアイリッカーハムがあり、数週間マリネした後に数日で燻製にする。これは通常薄切りにして、フライドポテト、サラダと共に供される。他にはフランス料理がドイツやベルギーからの料理と同様に多くのメニューで際立っている。ボーネシュルップルクセンブルクの名物料理。 クエッチェンタルトークッチェンフランスのパティスリーに加えて、ケーキとフルーツパイ、地元のペーストリーがある。ルクセンブルクの名物チーズは、ソフトチーズのスプレッド、カツキース、またはカンコワイオットである。他のルクセンブルクの名物料理は次の通り、クレマンド・リュクサンブール・オセロワワインワイン。主として、辛口の白ワイン及びスパークリングワインが、ルクセンブルクで生産される。産地は、 モーゼル川北岸沿いであり、ローマの時代に遡ってワイン製造の歴史がある。主な品種は、リースリング、ピノグリ、ピノブラン、シャルドネ、オーセロワ、ゲビュルツトラミネール、リバーナー、エルプリング、ピノノワール、およびクレマンドリュクサンブールである。マルクナスヤナルは、ルクセンブルク産ワインすべての瓶の裏にあり、産地とその品質レベルを確かにする。 ビールはルクセンブルクで人気の飲み物であり、3つの大手、醸造所と、いくつかの小規模施設で、国内生産している。ルクセンブルク産ビールのほとんどはラガーであるが、数多くの特別なビールや、ノンアルコールビール、12月には、クリスマスビールがある。ビールの主なブランドはボファーディング、他にバッチンも生産するムーセル及びディーカーシュ、ディーキルヒの醸造所を共有。 およびサイモンである。2000年代以降、ベイスクとワードラー、およびグランドブリューイングなどのクラフトビールを製造する、地元のマイクロブルワリーが復活した。食ポータル。ありがとうございます。